よろしくお願いします。毎度です。なんか見たことある気がするんですけど、まあ毎度おなじみの最後は爆発でごまかす。じゃあ最初から見てみましょう。はい、じゃあまずは、おすごい、なんか顔があるミサイルが、あで、どんどん小さくなって、なんか背景がフォルされてるんですか。はい。ちょっと待って。見たことあるキャラクターが最後に惜しい。まい。タイトルとしてどういうアニメーションですか。まあ業界用語でつけパンと呼ばれる手法なんですけど、あのフォローパン、対象物にカメラをつけて広い範囲を見せながら動かすという。なるほど。便宜上これ、まあ、背景を書き込んでます。あ、まあ背景っていうのは実際あの揃えてみたんですけど、このカメラの前ではとてもじゃないけど収まりきらないという、こんなすごい、これぐらいの、あのすげえ素材が必要だったんですけど、あ今はデジタルの時代なのでこれぐらいまでのサイズにして、それで撮影上でこの絵と組み合わせることができるんですよ。あ後で拡大。そうです。その分こちらの方の解像度を上げておけば。ああそうですね。ラストフレームここら辺だとすると、スタートフレームここら辺、なるほどなるほど、からミサイルをつけてずっと行きますとラストここまで、ここの角があるじゃないですか、25って振ってありますよね、今14のところに。それはですね、14のところに25と数字がありますよね。じゃじゃーん、ここに持ってくるわけですよ。あここの角にこれを持ってくるわけです。25、24、23。じゃあこれは14フレームと15、うん、A の15は31。じゃあ最初はミサイルとキャラクターを描いて、大きい背景のどの辺を使うというか角を合わせるんだ。14の時は25、15フレームに31を見つけて、はい、なるほど、この辺ですね、はい、背景のこの辺を写せばいいっていうことですか、はい、あ実作業ではあの背景は描かないんですけどね、作画では。そうですね、そうですね。ここからここまでタイミング測ってますか。これは感覚でタイミングを割り出しました。で爆発の時にもうカメラが止まってるんですか。止まってますね。最初はアップですから、うん、アップのところは背景とかも動きも早く動かした方がいいですよ。こう合わせていくと、だんだんこれがずっと続いていくわけです。13から15まで遅くなってるから、うん、あのほら遠くにあるものはゆっくりに見えるじゃないですか。あ最初からこういうシーンをフォローパンを描きたくて、ちょっとどういう流れになるんですか。こういう同じようなトラッキングショットを描きたくて、うん、もしかしたらこれは1から5、なんかこの辺は3とか、うん、でこの辺は2と思えばいいですか。まあ同じ速度で飛んでるんだったら、あ1から2の間は狭くなりますよね、速い動きで。そうですね。フレームがここからここまで動くとき、中に3つメモリが入るとするとだんだん狭くなっていく感じですよね。あ遠くに行くに従ってカメラは、ね、そんなに動きませんから。そうですね。プラス素材を描くときはあのこの角度を意識してこっち方向に、あ、ま、あのただ単純にミサイルをフォローするのは面白くないんで、さっきあのこういう軌道を撮ってたの見えました。あの分かりやすいように顔を書いたのはそのためなんですよ。あそういうこと。あこうやって回ってるという意味だと思った。こういう動きでした。いやさすがにこれそれはないよな。こういう線を書いたのでそういう動き。いやいやどっかの国の性能の悪いミサイルじゃないんだから。ありがとうございます。バイバイキー。